エスプレッソ・アンソニー・ウォンは、香港の俳優。1961年、香港で、イギリス人の父親と中国系の母親のもとに、生まれる。ATV の俳優養成所に所属し、多数のドラマ作品に出演。1985年からは、香港演芸学院で演技を学び、以後数多くの演劇コンテストで最優秀賞に、ノミネートされた。 その後1985年に映画デビューを果たし、1993年には八千0 0反転の人肉まんじゅうの出演で注目を浴び、第13回香港電営金像を進む最優秀主演団優勝を受賞した。本人は黒沢明の夢のような静かな映画が好きだと語っており、全編を通して殺人、暴力描写が占める八千0 0反転を 大嫌いな作品に挙げている。同作で演じた、猟奇殺人犯役のインパクトがあまりに強かったため、同作への出演後は似たような猟奇的かつ暴力的な映画作品への出演オファーが続いた。ビーストコップや獣0 k k で、第18回香港電影金像進む、最優秀主演団優勝を、プリンセスリーで、第39回金馬進む、最優秀女演団優勝を受賞した。 また、インファナルアフェアでは、第22回香港電影金像を進む、最優秀女演団優勝と第40回金馬進む、最優秀女演団優勝を、頭文字ディーザムービーでは、第25回の香港電影金像を進む、最優秀女演団優勝と第42回の金馬、進む最優秀女演団優勝をそれぞれ受賞している。2014年香港反政府デモへの支持を表明した、 ことから、事実上、中国、香港の映画界から締め出しを受けている。現在、台湾に移住。ありがとうございます。